本日話そうかなと思うことはですね、高い音について、まだ話すんかっていう方いると思うんですけれども、いろいろなアプローチがあります。で、一つはですね、まず、高い音を、吹くときにですね、力を入れすぎない。で、力を入れすぎるとどうなるかというと、的を当てるということをしなくなっていって外すということなので、まずそれの話は、前回ちょっとやったと思うんですけれど、その話は前回やったと思うんですけれども、今回、やることはですね、低い音を練習するということについて、ちょっとお話ししようかなと思います。で、低い音を練習するということはですね、高い音を練習することと非常に、近しい、関連性があると僕は、考えます、人それぞれ、考え方は違うと思うので、あくまで僕の、考え方だったり僕が今まで経験した、経験値とともに話していければなと思います。じゃあなぜその高い音と低い音っていうのが関係しているのか、低い音を練習すると高い音が、良くなってくるのかっていうことを、なぜかということを説明したいなと思います高い音を皆さん、練習したり吹くときに、すごく、コントロールしづらいんじゃないですかね。上のラとか上のソとか上のシとか、まあ五線譜、この五線譜よりこの上のラインですかね、ソとかラとかシとか、まあシのフラットとか、ここら辺をこう、じゃあこれ吹いてください、はいこれ吹いてください、これ吹いてください、じゃあ次はこのシのナチュラル吹いてくださいって言った時に、みんながパンパンパンって当てられるかというとですね、結構きつい話かなと思います。じゃあ逆にですね、これは高いトーン記号で高い音のお話をしているんですけれども、逆にですね、はい、じゃあこの下のドシラソの音を吹いてください、ラのフラット一発で当ててください、シのナチュラル、下のシのナチュラル一発で当ててくださいって言った時に、これ同じような状態が起こると思います。確かに高さは違うと思うんで、それはそらそやけってなるとは思うんですけれども、こういう下の音と高い音というのはですね、あの的が小さいんですね。的が小さいのを狙う練習をすると、例えばまあサッカーとかわかんないですけど、こうなんか結構テニスボールを蹴ったりとか、なんかそのサッカーボールの中心を狙ってリフティングをする練習だったりとか、まあちょっと生半可な知識で申し訳ないんですけど、なんかあのね、野球で、結構僕の中学校では、ピン球じゃないわ、バドミントンの羽を打ったりとか、まあいろんなその小さい的でやるということ
について、練習をしているからマシンをしっかりと当てることができると、ね、ど真ん中ここでバチンって当てられるとこの高いラとか高いシとかでバチンって当てられるぐらいの精度を得られるということですね。なので、大体ちょっと試してもらったら分かるんですけど、高い音苦手な人大体下の音を一発で何か当ててほしいって言った時に割と外す方って多いかなと思います。なのでなんか練習する時に結構じゃあ下のラ行きますって言った時にまあこの音ですね。これをって吹く人多いと思うんですけど、なんだったらこういうふわーっていう当て方じゃなくて、例えばまあラーとか下のシーとか当てるときにって当てるのってしっかりとね、するのと高い音を練習するというのはですね、的が小さいので、同じような感覚で、高い音を、練習すると、感覚が捉えやすいということですね。なので、練習するときにだから高い音を練習するんじゃなくて低い音を一個ずつドシシフラットラ、ラフラットソだったりとか、まあ、フラッシュカードみたいな感じでカードに変えて、はい、じゃあバンシのフラットが出たらシのフラット一発目からバンって練習する練習と、高い音だったら高い音も 上の音で、バンってカードを出してシのフラット一発目出たんだったらシのフラットピンって出せる練習をしたりすると、まあ狙い方の練習ができるで、ね、狙い方の練習ができるということはですね、覚えてないと、体が記憶してないと高い音いけないので、それは前回話したこれががっちりとリンクすることになるので、すごく楽になるんではないかなと思います。それではぜひですねやってみてもらえるといいかなと思うんで、ぜひ、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。